究極幻想大学講師の矢島と渡辺です。ファイナルファンタジー12初期レベル1ジョブシベル始めていきます。今回はバルハイム地下道の完結編になります。本当は前回終わらす予定だったんですけど、僕がグダグダプレイしすぎて尺がなくなってしまいました。ということでね、今回も引き続きバルハイム地下道からやっていきます。で、前回と同じような映像が続いても面白くないので、ここでバルハイム地下道の中でずっと戦い続けているミミックという生き物について解説します。このミミックという種族は虫のような生き物で、主食は生物の脳です。恐ろしいですよね。こいつは食べた生物の脳から知能の発達につながる栄養素を摂取し進化していくという生き物です。そして、生き物を捕食するために、このようにトレジャーに擬態しているという個体が多いです。はい、でこれなぜトレジャーに擬態しているかというと、ミミックはより高度な知能を持つ生き物の脳を吸収しようとしているため、トレジャーを開けるという知的な行動ができる生き物をおびき寄せるため、トレジャーに擬態をしているそうです。一見ただの機械と思いきや、本能的な部分だけで進化をしようとする生き物としての執念みたいなものを感じますよね。はい、でこのバルハイム地下道に生息する電気を食べるバッテリーミミックという種類は突然変異体です。このバッテリーミミックは電気を主食だと誤った学習をした個体で、電気を食べ排泄行為として電気を放出する、これは攻撃としてやってくる行動ですね。これらを繰り返して生きていくんですが、電気はこのバッテリーミミックにとって1ミリも栄養にならないので、バッテリーミミックは栄養摂取ができず非常に短命な生き物なんです。はい、という感じで結構な尺稼ぎができましたね。で、電力のエネルギーが減り続けているので、まだバッテリーミミックはいます。確か上の方ですね。あ、いましたね。あいつが最後のバッテリーミミックです。ここまでの動画を見て分かる通り、バッテリーミミックを探して倒すということだけ徹底できていれば電力はまず不足しないですね。とはいえ、私の場合は FF12 自体キプレイで、バルハイム地下道の土地勘みたいなものがあり、正直親の顔より見たバルハイム地下道なので、スムーズにバッテリーミミックを見つけられていますが、初見の方は電力が減り始めたらとにかく周りを見渡すのと、行っていない袋工場を探索してみるとバッテリーミミックが見つけやすいんじゃないかと思います。はい、でこの先進むとボス部屋ですね。ちょっと他のところも探索していきましょう。はい、で皆さんにここで一つ見ていただきたいものがあります。今画面に黄色いホタルのような光が映っているかと思います。これがミストです。前回のおまけパートで話したんですが、普段は無色透明のミストでも、バルハイム地下道のようにミストが濃い場所では、このように黄色やオレンジの光としてミストが目に見えるようになります。はい、という景色を見せるためにちょっとここまで来ました。それではボスを倒してバルハイム地下道を脱出していきましょう。はい、ボス討伐の準備が完了しました。大事なところで言うと、バンにダイヤの腕輪を装備させております。これは王宮潜入前に西ダルマス火砂漠でわざわざ取ったあのアイテムです。このダイヤの腕輪には雷無効の効果があり、これから戦うボスは雷の攻撃を使ってくるため、わざわざ苦労して入手しておいたんですね。でガンビットは今お見せしているような構成になります。 HP の低い敵を優先して攻撃するようにしている理由はちょっと後ほど戦いながらご説明いたします。それではボスに挑んでいきましょう。はい、というわけでミミック封印戦です。こいつとの戦いではここまでの道中と同じく電力ゲージがあり、ミミッククイーンが生む小さなミミックがこの電力を吸収していきます。で電力が一定以上吸われたら、大技をミミッククイーンが打ってくるみたいな動きをしてきます。なので小さいミミックは一定数以下になるようにちゃんと倒しておきます。ガンビットの設定を HP が低い敵を優先して攻撃するようにしてあるのは、これが理由です。はい、こいつらの攻撃のメインは雷攻撃になりますので、雷無効のダイヤの腕輪を装備しているバンはダメージをほぼほぼ受けないと思っていてください。はい、で一つ補足なんですが、このミミッククイーンはミミックが減ってくると総種というミミックを生み出すような行動をします。この行動ただミミックが生まれるだけなので、積極的にミミックを倒していけば、この総種っていう行動ばっかりさせて行動を封じることができます。で大技は2つ、サンダーバーストとグランドシェイクですが、サンダーバーストの方は雷属性なのでバンは絶対生き残ります。
はい、といったところでサンダーバーストを打ってきましたね。これちょっと回復役のフランが死んじゃいそうなのが不安です。あれ、バッシュにしか当たんなかったようですね。まあ、こいつの大技は一応こいつの周囲にいる敵にダメージを与えるっていう属性なので、残りの3人は範囲外にいたみたいです。銃とか弓みたいな遠距離武器ってまあこういう強みもありますよね。はい、もう一つの大技のグランドシェイクも難なく耐えたので、あとはとどめを刺して終わらせましょう。フランが死んじゃってますけど、このまま押し切りましょう。まあここまで来たら、ザコは無視して本体狙いで OK です。はい、というわけでお疲れ様でした。ダルマスカの風がこれほど懐かしいとはな。ここどこだ？どうやら東ダルマスカ砂漠だ。日上がる前にラバナスで戻るぞ。構わんな将軍。ああ、一刻も早く戻りたい。人々は私を恨んでいるだろうが、果たすべき務めがある。はい、ということで、あのガラムサイズ水路から、長かった、ナルビナ城塞地下、バルハイム地下道を抜けて、やっと太陽の下に出てくることができました。今いるところは東ダルマスカ砂漠なので、まあ、このまま歩いてラバナスタに戻りましょう。いやー、長かったですね。はい、でここであのラバナスタに戻る前に一つ寄り道をさせてください。東ダルマスカ砂漠の途中にとある町があるので、そこに行きます。はい、ここがナルビナ城塞です。皆さんここ覚えてますかね。オープニングで、ラスラ王子が亡くなった戦闘が行われた場所がこのナルビナ城塞です。そしてレックス編の舞台もこのナルビナ城塞であり、我々が先ほどまで閉じ込められていたナルビナ城塞地下雑居房っていうところも、ここの地下なんです。ストーリー全体通して何かと因縁のある場所ですね。いやー、この水路のところとか本当に綺麗な建物ですよね。もうこのムービー結構割と FF12 の中でも上位に食い込むぐらい好きなムービーですね。で、おそらくこのナルビナ城塞のモデルはバビロンの空中庭園なんじゃないかなと思います。まあ、知らない方はググってみてください。めちゃくちゃ似てます。はい、ナルビナ城塞の中に入りましたが、特にやることはありません。このまままっすぐラバナスタまで帰りましょう。あー、帰ってきた、ラバナスタ。実時間にして約1ヶ月かかりました。ついにラバナスタに帰ってまいりました。世話になった。俺なら人混みは避けるね。この町ではあんたは未だに裏切り者だ。反乱軍はすぐに私を見つけるだろうな。縁があったらまた会おう。レックスの墓参りをしたい。脱獄囚なんだからな、当分おとなしくしてろ。魔石はいいのか？好きにしろ、あれは縁起が悪い。後悔してるのよ、あれを狙ったせいで面倒に巻き込まれたから。くれるのか？俺のだ。じゃあ聞くな。お嬢ちゃんによろしくな。しばらくラバナスタにいるわ。なあ、兄さん、バッシュを信じていいのかな？さっさと売ろう、こんなもの。まあ、売る前にパンネロに見せてやるか。心配かけたし。この時間ならミゲロさんの店にいるよな。はい、でここで再びバン一人になってしまいます。で、このイベントを見終わったらモグシーが解禁されます。モグシーというのはラバナスタの各所をワープすることができるという、まあ無料のサービスになります。これでやっと快適にラバナスタ内を移動することができます。じゃあ境邸にワープしましょう。
これですね、ワープするときにこうやってモーグリが手を振ってくれるのが可愛らしいんですよね。はい、で移動先のモーグリは敬礼をしてくれるというね、便利で可愛らしいサービスになります。それじゃあパンネロに会いにミギロさんの道具屋に行きましょう。あ、バニー、ナルミの送りじゃなかったの？俺ぐらいになると抜け出すなんて簡単なんだよ。それ脱獄ってやつ、すげえ。大きな声で言うなよ。ところでさ、パンネロは配達にでも行ってるのか？今日は来てないよ。珍しいよね、パンネロ姉ちゃんがサボるなんてさ。ミギロさんもいないんだ。さっき慌てて出てったよ。みんな忙しいんだな。僕も店番で大変なんだよね。ダランジーの用事もあるのに手が離せないんだよ。ダランジーか。なあ、俺が代わってやろうか？いいの？どうせやることないしな。はい、ということでダランジーの家に行きましょう。こっから結構ですね、ムービー続きでございます。この一連のムービーが終わるところまでをね、今回のパートにしようと思います。ダランジー、あなたのおかげで王宮から宝を盗み出すことに成功しました。その説は本当にお世話になりました。元気そうではないか。ナルビナ送りと聞いとったが。抜け出してきたんだ。それだけじゃなくて、ほら、なんと盗み出しおったか。ダランジーがいろいろ教えてくれたおかげだよ。ガキだと思っとったがやるようになったの。よし、バンヨ、お前を見込んで頼みがある。カイツに任せるつもりでおったが、お前の方がふさわしかろう。いや、お前でなくてはならん。こいつをな、アズラスという男に届けてくれんか。これって騎士団の剣じゃないか。アズラスの居場所は地図に印をつけておいた。よいか、必ず本人に直接手渡すんじゃぞ。わしの名を出せば取り継いでくれるはずじゃ。わかった。なあ、引き受ける代わりに俺も一つ頼んでいいか？パンネロがどこにいるか調べてくれよ。王宮の宝見せてやろうと思ったのに見当たらなくてさ。ああ、調べておこう。よろしくな。あの剣でかつての団結を思い出せばよいがの。さあ、ダルマスカ剣を入手しました。お前でなくてはならんという言葉の真意は一体何なんでしょうかね。ダルマスカ剣の届け先は、ラバナスタダウンタウンのすぐそこにいます。この箱に座ってる男性ですね。この人に話しかけてイベントを進めていきましょう。ならばオンドール公の発表はどうなる？王爵も騙されていたというのか？陛下を暗殺したのが将軍ではなくジャッジだというなら話はつながる。だとすれば将軍はジャッジの兄弟だぞ。そんな男を信用できるものか？やっと俺の知っているバッシュになったな。ならば共に戦えるか？本人の言葉だけでは信じられん。帝国に都合の良すぎるオンドールの発表よりマシだ。レックスも嘘をついていたのか？兄さんが嘘なんかつくかよ。そうだ、レックスは目撃者に仕立てられたのだ。私が陛下を暗殺したと見せかける帝国の陰謀だ。よくよく縁があるな。レックスの弟か？あっ、こんな子供なら信じるかもしれんが、お前の話には何の証拠もない。共に動くわけにはいかん。アマリアは救うべき人ではないのか？部下の命を預かる以上、最悪の可能性を考えるのが俺の務めだ。あの夜のベイン襲撃も見抜かれ泳がされていた。オンドール同様、お前も帝国の犬かもしれん。ならばどうする？俺を拘束するか？お前は変わらんな、ウォースラ。忘れるな、バッシュ。ダルマスカ全土に解放軍の目が光っている。お前はカゴの鳥も同然だ。
構わん。それならもう慣れた。ずっと帝国に捕まっていたバッシュがカゴの中の鳥はもう慣れたっていう、まあ、ちょっと粋なセリフですね。アマリアか。あいつも解放軍だったんだな。あったんだな。ナルビナ送りの前に少しだけきつい感じでさ。君は私の道に幾度となく絡む危険だな。迷惑だよ。すまんな。迷惑ついでだ。最後に頼みたい、バルフレアに会わせてくれ。今いるのは足だ。これで貸し借りなしだからな。借り？ナルビナ、あんたがいなきゃ無理だった。はい、ついにここでバッシュが正式加入します。でお察しのいい皆さんならすでにお気づきのこと、ここでバッシュの厳選をします。バッシュの HP は139から146なので、なるべく HP がマックスに近いバッシュを厳選します。今回は MP の厳選は行いません。ん？いやなんか HP は微妙だけど、これ MP 最大値を引きましたね。バッシュで MP 使うかな。でも MP 最大値、いやー HP 増やせるしな。よし、もうここはこのバッシュを採用しましょう。 HP の個体値はまあまあ微妙ですけど、このバッシュで物語を進めていきましょう。みんな戦争で親を亡くしたんだ。うちの親はその前にいなかったけど、二人とも流行り病でさ。すまんな、思い出させて。別にいいよ、もう5年だしな。それからはパンネルの家族が面倒見てくれてたんだ。でも戦争でみんな死んだ。すまなかった。何度も謝るなって。俺だってガキじゃないんだから。もう分かってる。兄さんのことはあんたのせいじゃない。悪いのは帝国だ。あんたを信じた兄さんは間違ってなかったんだ。あいつが勝手に誤解しただけだ。誤解だろうが6回だろうが、パンネロがさらわれたのはあんたの責任じゃないか。おい、パンネロがなんだよ。おお、無事だったか。パンネロがさらわれたな。ゴルツキどもが手紙をよこしたんだ。バルフレアを名指しでな、ビエルバの魔石校に来いとな。バッガモなんよ、ナルビナに。あの子に何かあったら親御さんの墓前に何で報告すればいいんだ。ほら、さっさと助けに行け。風俗っていうのはそういうもんだろう。男の手紙に呼ばれてか。だいたいビュエルバには帝国の艦隊が集結中なんだぞ。じゃあ俺が行くよ。空賊なら飛空艇ぐらい持ってるだろう。送ってくれたら俺がパンネロを助ける。付き合うぞ。え？私もビュエルバには用がある。公爵と直談判か。頼む、送ってくれたらあんたにやるよ。手間のかかる女神ね。さっさと支度してこい。すぐ立つぞ。わかった。バルハイム地下道を脱出したのもつかの間、バルフレアを狙った賞金稼ぎの人質になってしまったパンネロを救うべく、空中都市ビエルバに向かうことになりました。はい、今回結構ストーリーが進みましたね。 FF12 の物語はここから本格的に始まっていきます。ここからの物語展開、そして、初期レベルでのダンジョン攻略を楽しみにしていただけますと幸いです。といったところで今回のパートはこれで終了とさせていただきます。皆さん、今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。今回のパートでオープニングからバンの王宮潜入のストーリーについて一区切りがついたタイミングかと思います。なので、今回のおまけパートではここまでの物語のストーリー解説をいたします。解説するのは物語の中でいまいち分かりづらいポイント、そして序盤に貼られた伏線になります。皆さん、最後までご視聴いただきストーリーへの理解を深めていただけますと幸いです。それでは解説してまいります。はい、まず
アルケーディア帝国が冒頭でラスラ王子の故郷であるナブラディア共和国、そしてダルマスカへ侵攻した理由から解説いたします。はい、これベインが悪いやつだからダルマスカに侵攻したわけではないんですよね。このダルマスカ侵攻の理由を理解するには、まずイバリースの各国の位置関係を知る必要があります。はい、こちらがゲームのオープニングで表示される地図です。この地図上の右上の赤い領地がアルケイディア帝国です。そして真ん中の細い部分にある国がダルマスカとナブラディア共和国です。ここで注目していただきたいのが左下の青い領地です。ここはロザリア帝国というアルケイディア帝国とは別の帝国です。そしてこのロザリア帝国とアルケイディア帝国というのがバチバチに仲が悪いんです。ダルマスカの視点ではアルケイディア帝国は恐ろしく強大な軍事国家のように見えるんですが、イバリースはアルケイディア帝国一強というようなバランスではないんです。領土の大きさから分かるように、ロザリア帝国も強大な軍事力を持っており、アルケイディア帝国も少し気を抜けばロザリアに滅ぼされてしまう危険性がある状況なんです。そこでアルケイディア帝国が取った戦略というのが、ナブラディア・ダルマスカという対ロザリア戦線として重要な要地の確保なんです。今ご説明した世界情勢や海戦の流れというのはゲームのオープニング内で説明されているんですが、まあ、正直冒頭すぎてプレイヤーは分からないか覚えてないんですよね。はい、でこの勢力図というのはぜひ覚えておいてください。アルケイディア帝国はロザリア帝国という大国の存在を脅威と考えていたんです。さあ、この点を理解すると一つ分かることがあります。それは帝国がダルマスカを滅ぼさなかった理由です。帝国の武力をもってすればダルマスカを武力で押し切って滅ぼしてしまうという戦略が一番簡単です。しかし実際には帝国はダルマスカの無条件降伏という形で戦争を終えました。これはなぜかということなんですが、アルケイディア帝国にとってのダルマスカの価値というのは対ロザリア帝国の要地としての役割だということですね。この地は戦争になった場合物資の補給元になったり、ロザリアから帝国の本土を守るための要塞としての役割があるわけです。したがってダルマスカを抑える際は戦闘によって焦土にしてしまうよりかは、建物や設備をなるべく残した状態で戦争を終え素早く再興するという戦略が最適なんです。だからベインは終戦後ダルマスカに圧政を強いるのではなく、民に寄り添うことで早期再興を目指したんです。これが帝国がダルマスカを完全に滅ぼさなかった理由です。まあ、こういうことを知るとね、帝国もダルマスカと同じただの国なんだなということがわかりますね。はい、続いてお話しするのがレックスを指したバッシュの声についてです。はい、これはですね、序盤に貼られた伏線になります。レックス編の最後、レックスがバッシュに扮したジャッジガブラスに刺されるシーンがあります。ここでレックスを指したのは実際にはバッシュではなくガブラスというのが、直近のパートの本編で発覚したわけなんですが、これを踏まえて実はあのタイミングでレックスを指したのはバッシュではないという伏線がありました。あの場面では本来ガブラスがレックスを指しているので声はガブラスの声を当てるべきなのですが、あの時点ではプレイヤーにはバッシュが指したと思わせたいということで一つ凝った演出をしております。それがどんな演出かと言いますと、レックスがガブラスに刺された直後のバッシュのセリフなんですが、レックスは重傷を負って意識が朦朧としているという状況の中でバッシュの声とガブラスの声が重なって聞こえるようになっております。これは実際に聞いてみましょう。声が聞き分けやすいよう参考までにそれぞれの声優さんをご紹介いたします。バッシュの声を担当されているのが小山力也さん、名探偵コナンの現在の毛利小五郎の声、あとは龍が如くの冴島大河、24のジャック・バウアーといった声を担当されている方です。そしてガブラスの声優を担当されているのが大塚明夫さん、メタルギアソリッドのスネークですね。はい、これらを踏まえてレックスが刺されるシーンを見てみましょう。どうしてあなたが、なぜこんなことを。陛下はダルマスカを奴らに売り渡そうとして、陛下は売国奴。はい、いかがでしょうか。バッシュの声の方が大きいんですけど、うっすら声が二重になってガブラスの声が聞こえたかと思います。この表現によってプレイヤーレックス視点ではバッシュがレックスを刺したように見えるけど、本当はガブラスが刺したというような事実を同時に示しております。この演出結構凝ってますよね。
FF12 は結構こういう後になってから真相がわかる、その伏線が随所に散りばめられているということがよくありますので、こういった部分に着目しながらプレイ動画を視聴してみてください。はい、続いて解説するのがバッシュとガブラスの確執です。この2人は双子の兄弟にもかかわらず、片やダルマスカの将軍、片や帝国のジャッジマスターとなっております。そしてガブラスはバッシュを強く憎んでおります。この2人がなぜこんな関係性になってしまったのか。バッシュとガブラスはもともとランディス共和国というところに住んでいたんですが、このランディス共和国はアルケーディア帝国の侵攻を受けました。この時バッシュは家族を捨てて亡命することで生き延びました。残ったガブラスは体の弱い母親を守るために、ランディスが帝国に支配された後、帝国の兵士となり、母親の姓ガブラスを名乗って生きるようになったというわけです。こういった境遇からガブラスは家族や国を捨てたバッシュを許せず、強い憎しみを抱いているというわけです。ナルビナの独居房でガブラスがバッシュに、お前も国を捨てたではないかと語るシーンがありますが、そのお前も捨てた国というのが祖国のランディス共和国なんです。はい、この2人の関係性も物語通して重要になってきますので、こちらもぜひ注目してみてください。はい、最後にお話しするのが今回の動画の本編の最後の方に出てきたダルマスカ解放軍との会話の内容になります。ここは結構難しい話が繰り広げられていますので、実際どういう話が繰り広げられていたのかというところを解説します。はい、でそもそもバッシュは公式の歴史ではダルマスカの国王の暗殺犯で、その罪によって処刑されたと発表されています。しかし実際には帝国によってナルビナの独居房に囚われており、バンたちの助けによってダルマスカに戻ってくることができました。そしてバッシュはダルマスカに帰還し、ダルマスカ解放軍に王女救出の協力を申し出ます。しかしこの時ダルマスカ解放軍は王宮のパーティーでの便意襲撃に失敗し、内通者がいるのではないかと疑心暗鬼に陥っている状態で、そこに現れたかつての裏切り者のバッシュを信じられる人はいませんでした。仲間を信じられない状態の解放軍を団結させるために、ダランジーはかつてのダルマスカ軍の剣をバンに預けました。ダランジーの言った剣を届けるのはお前でなくてはならないというのは、今の成長したバンなら真実を受け止め、裏切り者のバッシュであっても信じられる、助けられるという意味が込められております。はい、そしてバッシュがビュエルバに旅立つことを決意するシーンなんですが、バッシュはナルビナの力でガブラスから解放軍のアマリアという女性を捕まえたという話を聞いております。その言葉を聞いたバッシュは、アマリアという女性がダルマスカ王家の重要人物なのではないかという推測をしており、それを明らかにするためにアマリアは救うべき人ではないのかとアズラス・ウォースラ将軍に問いかけます。この時ウォースラはアマリアという名前を聞いて動揺を見せてしまい、それによってバッシュはアマリアがダルマスカ王家の重要人物であるということを確信し、救出のためにビュエルバへ旅立つ決意をしたというのがあのシーンの内容です。このように FF12 のストーリーって前後のムービーシーンとかで、まあキャラの知識や思考がちゃんとつながっているというのがすごいんですよね。このキャラはこういう思想で、この時何を知って何を感じて、どんな目標があるのかというところが練り込まれているというのがね、まあ他の FF にはなかなかないポイントかと思います。後のシーンを見た後で過去のシーンを見返してみると新しい発見があったりもしますので、私のこの解説実況を皆さん10周ぐらいしていただけたら嬉しいです。はい、嘘です、あんま無理せず気軽に楽しんでください。はい、といったところで今回の動画はこれで終了とさせていただきます。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。